自由に使える強力なな住宅地図なのだ歴史史史地理研究への活用が期待されるのだ GPS 機能右上の GPS マークを押すと現在位置に地図が追随するのだもう一度押すと追随しなくなるのだ地名検索右上の入力欄に地名の一部を入力して虫眼鏡アイコンで検索できるのだ出てきた地名を押すと その場所に地図が動くのだ地図の種類デフォルトは国土地理院地図になっているのだ他に Google マップ過去の航空写真そして混雑マップを選ぶことができるのだ住宅地図この機能が一番の見どころなのだ個人宅以外の会社公共施設も表示できるのだこのようにフルネームを表示することもできるのだそして強調する名字を入力すると 一部のの苗字を強調表示できるのだスペース加点で区切って複数苗字を入れることもできるのだ余計な苗字を消してしまうこともできるのだそうすると隠れた村が見えてきませんか部分一致機能を使うと共通する文字の苗字を持つ村も発見できてしまうのだ住宅地図は非表示にすることもできるし20002018年統合データはもっと情報が多いのだ でもこれは有料プラン専用なのだ有料プランだと広告がなくなって少し機能が広がるのだマッポンをどんどん活用してほしいのだ